それでは今からこのなめこ工場潜入取材してみたいと思います。今からですね、工場見学ツアーにね連れてってもらいますので、一緒に行ってみましょう。さあ、ご案内いただくのはこの工場の会長、小林会長ですね。よろしくお願いします。まあ、肥やしっていう栄養剤、はい、これをこう混ぜて攪拌して、はい、これが攪拌させる機械。これがじゃあ一番最初の工程ですね。おが粉を入れて栄養剤、まあ、工場の中ではね最初に始める。なるほど。で入れて水分を調整して、まあ、キノコが一番好む水分にして、はい、うん、でこれが、キノコの土壌になると。そう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 。なるほど。ああ、ここから全自動でポットに今のおがが詰められてこちらに出てくる。で出てきたやつを機械で積み上げて、はい、積み上げたやつを今はこの高圧殺菌側っていうのを、はい、この中に入れて、うん、で殺菌をする。なるほど。一度殺菌をかけるんですね。そう。それは理由は何でですか？キノコが育つのに、はい、害になる菌を殺す。工程では6時間半。結構長い時間。結構で、殺菌を終わったら出して、はい、今冷やしてるけど、ほら、はい、昨日殺菌したやつがちょっと見えませんね。殺菌を終わった時点で100度以下、はい、98度ぐらい、それを出して、うん、今53度、強制的に冷凍機で冷やす。冷やす。で冷えたものが今度こっちへ来て種を入れる、ね、種を入れる。この奥が秘密の種を植え付けるマシーンが企業秘密なので見ることはできません。これもじゃあオートマチックで全部やってくれるんですね。出てきたところこれで、はい、運んでさあ、では初期培養室へ入っていきたいと思います。おお、すごい不発。じゃがじゃーん、見てください、この数。ここで何トンになりますか？6400の棚がいっぱいあるんですけど計算できません、僕の頭では。すごい数です。さあ、次は後期培養室行ってみたいと思います。まだここは培養室。そう、ここは後期培養室といって、向こうで30日、こっちで30日、60日、培養。60日間はまだ培養の期間なんですね。さっきのおが粉、栄養剤が入ってるやつに種を落として、はい、それがこう、菌がこの種を食べてる、太らせるところ。なるほど、太らせるところ。今の2部屋だけで。約40万ポットですね。次の部屋は菌かき室です。行ってみましょう。ここにこう置くでしょ。そこで機械でみんな持ってきて流す、うん、流す。でキャップを取って、で水をくれたりやってバーッと来て、うん、で今度は棚に刺す。じゃん。で、今度は逆さまになった状態でこちらのお部屋で9日間目を作る。で、目が出てきたら、はい、今度はこれ今ひっくり返ってるから、はい、逆さまでした。棚をそこへ持ってって、はい、こっち空の棚を置いて、はい、それで今度反転する。お、入れ替える。あ、ポットが入れ替えるんですね。じゃーん、次の部屋見てください。もうなめこがたくさん大きく育っております。かわいいベビーなめこ、1日経つとこのぐらい育ちます。2日目、3日目、そして4日目になると一気にこんなに大きくなる。ドーン、アフロパーマみたいなぐらい、ちょっとねこうイレギュラーで大きくなったやつも現れます。わお。こちら収穫直前、もう完璧に育ったなめこたちですね。これらがビューン、こんなにたくさんラインナップしています。たまにこういう女性が、はい、ニコッとする。なるほど知らないけど基本的にはこうやって同じサイズ、同じ形で、栽培するのが理想的なんですが、たまにねこうやってイレギュラーに大きくなる子たちができるそうです。ただこれもものすごい、少なくなってきてる。つまりそれは生産管理が安定してきてるから、みんな均一に栽培することができるようになってきてるということだそうです。1日目のキノコたちに比べるとすごく大きく育つのが分かると思います。今だからこの中の栄養剤も今、はい、いろいろと工夫してやってるわけです。ずっと同じじゃなくて、1回 A でやったら、でこうやって見たら、次はそれにちょっと何これ、はい、でまた見て、あ、もうちょっとこうしたいと思ったら、だからこういうものを作るためにはどういうものを入れればいいかっていう、はい、シミュレーション。なるほど。基本的には均一というか、もう決まったんですか、そこの配合とか。基本的には決まってるんだけど、それはみんな各生産者、全部違う。あ、トップシークレットのやつだ。全部違う。これで自分のところに合った形をどうやって見つけ出すか、これも違う。なるほど、工場自体もそもそも。あとは、作る人の感性が違う、センスが違う。マニュアルは一緒だとしても、作る人の能力、イコール感性、センスでできてくるものは変わってくる。作る人の意識の高さだと思う。なるほど。そこが、何よりも意識の高い人はそれなりのものを作るし、はい、低い方は低いなりのものを作ると。だから意識だけは高く、常に高くも日本一意識高くなる。持つぐらいのつもりで、何でもやらなきゃダメです。はい。機械で取りに来て、そこへ流す。はい。隣の部屋に行く。で、流れてきたやつをこれ全部ばらして、一本一本ばらして、で収穫機に全部入る。はい。で、カッターでここでシャキンシャキンと切られていきます。切ったやつはそこで全部選別して、放送機に入れる。で、ここで大きいのちっちゃいのを選別して、下に落ちたやつをそこに全部入れる。ああ、これは袋詰めする機械。これがお客様のスーパーに届くと。ここで製品化まで一気にされるそうです。ポットの中のやつを全部出して、で出したやつがダンプに乗る。それはこれでだから堆肥作ったり。ああ、なるほどなるほど。で空になった瓶がそこで積み上がって、で、あそこでまた積み込む。なるほど。で、ぐるっと回る。ワンサイクルが85日ぐらいであの瓶が回るわけ。年間230万本ぐらい回るってことだ。ほほー。それを毎日やってるわけ。ちなみになめこだけで日本の生産高ってどのぐらい？ 25,000 トン。そのうちの約400トン。ここは400、ツナが200、はい、600トン。まあ要するに400トン、単純な話で365日とすれば1日1トン。はい、これぐらいが一番売りやすいところかな。それまずそれよりうちのなめこは何が違うのって、売りがなきゃだめ。売りって何ですかってなった。商売なんでもそうだけど、売りがなきゃだめ。うちの売りは意識の高さと、っていう。じゃあその意識の高さって何ですかっていうと、ね、ギャップだったり、はい、こういう有機ジャスだったり、っていうところも、ものづくりだから、はい、なんとか安全で美味しい、安心して食べられるもの、それはどういうものかっていうところの意識だよね。はい、それがギャップだったり、はい、有機ジャスだったり、というところになると思う、うちの売りはだからそれ。初めてやるときってのはなかなか大変だよね。手探りだから失敗もしたし、失敗をいっぱいしたから上手になったっていう。失敗しなきゃいけない。なんちゃって貴重な話ありがとうございました貴重な話を聞かせていただきました。同じ今経営者としてね、学べることはたくさんあります。僕もね、全く業態は違いますけども、すごく、心に響くお言葉があったと思います。もっと頑張んなきゃ。小林会長、工場見学ツアーありがとうございました以上、なめこ工場見学ツアーでした。天然パーマベース対談コーナー。今日のゲストはですね、この僕の天然パーマベースユーザーですね。これを実現するにあたり、多大な、お力を貸していただきました。小林会長に来ていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。最初にね、ちょっと天然パーマベースって僕の今年に挑戦した車中泊スポット。これって、その場所を貸すっていうサービスになるので、そもそもその場所がなければ実現することができなかったと。それに際して、去年ね、もう真っ先に小林会長に、工場の中で車中泊のやらせてくださいって相談しに行って。でね、2つ返事で承諾いただいて、で、たくさんご協力をいただけましたおかげで、今年この天然パーマベースっていう車中泊スポットサービスがね、実現することができました。本当にね、感謝しております。いいえ。ありがとうございます。ちょうどね、あともう1週間で天然パーマベース終わりというタイミングでね、今日は対談をさせていただこうと。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。で、早速、ちょっとね、この、キノコの工場を紹介したいなと思って、まず、ワリのキノコ組合の、ざっくり概要というか、本社は、本社はユーザーになったの。もうユーザーなんですか？あ、移したの。去年の5月に。はい。じゃあ、ワリのキノコ組合、本社工場がユーザーになったんですね。なるほど。実際、津南で、スタートされてる、起業されてると思うんですけど、もう何年になるんですか？創業28年かな。キノコ一筋28年。そう。ワリのキノコ組合が作るキノコの特徴あるいは強みみたいのあったら教えていただけますか？特徴はね、はい、生産意識をどこまで高く持って生産するか、っていうところかな。その裏付けとして、はい、ギャップとか。ギャップ、グローバルギャップ。とか。はい。まあもちろん J ギャップがあって、グローバルギャップがあって、はい、国産安心キノコ認証があって、生産情報公表ジャス、有機ジャス、まあそういうものがあるわけで、はい、で、それをいかに早くしっかりと導入して、いいものを作る。というのが、うちの一番の売りですね。ポリシー。グローバルギャップっていうのは具体的に言うとどういう企画なんですか？世界基準かな。はい。なるほど。だから海外輸出もできる。でもしないけどね。しないかい。しないしないしない。まあ世界基準のクオリティというか生産管理品質をポリシーとして作られている。だから本社はドイツにあるんですよ。グローバルキャップドイツにあってドイツから検査に来るんですよ。あ、それ認証してるってすごいですね。だからドイツから来た場合は通訳が入って全部やるんだよ。その上で取得された認証工場。もう何年経つだろう。大変普通なんていうのなんていうんだっけ出てこなくなっちゃった。あり。いつも通り。まあまあ国際認証をね取得されてるぐらいこだわった生産方法、生産管理されてるということですけど、味の部分でこだわりというか。味はね、はい、本当に娘が大学の時に。うまいキノコを作るにはどうすればいい、そうすると栄養剤、その栄養剤をいろいろ変えてで食味の成分を出せるね機械が娘の大学にあったの。それをいろいろ変えたやつを送って、でその都度こう測るわけ、測定するわけ、そうすると栄養剤によってうまみが違ってくる。要するにうまみ成分っていうのは要するに味の素とかね、そういう動物性のものと植物性のものがあるわけよ。だからそういうのを全部検出できて、で何を入れたらいいかっていうのをずっとやったわけ。なるほど。結果ね、リンゴとかみかんとかそのまま食べるもんじゃないから、調理する。そう。ただ食べて美味しいっていうんじゃなくて、結局は調理して美味しくなきゃダメなわけ。そうするとある程度の糖度と水分、食感、まあこんなとこかな。なるほどですね。それも独自だからそこを追求するために水分調整とかね、そこら辺がこういろいろどういう水を使うとか水もいろいろやって、じゃあまあキノコ自体にこの味だっていうのではないんですね。含まれてる成分が、まあ、今日本の中ではなめこっつったらほぼ9割以上が一社でなってるから、それをいかに上手に自分のオリジナルのキノコにするか、というところで。今うちは有機ジャス認証を取って、全て有機ジャスキノコを作ってると。そこに行き着いたよね、最終的には、なるほど。そう、まあもうそこがもうゴールだったんだけどね、そこからは今度美味しさとかね、ちょっとした食感がいいとかね、今の使っていい材料の中でいかにいいもの、ベストのものを作るというのが面白いところだね、これからね。そしてそれが割のキノコのまたこだわりというか、これからもずっとこう研鑽されていく部分。いや、生産者みんなそうでしょ。もちろんそうですよね。というわけでじゃあ日本一のなめこということで間違いなかったでしょうか。日本一ね、そんなのない、そんなこと絶対ない。基準がないんだもん。基準って言ったらそのこだわりの深さの基準って言ったら俺かなりこだわってるね。はい、そうですね。その辺だけだね。なるほどですね。ちなみに湯沢工場は、竣工したのがいつでしたっけ？22年4月、もう少しでじゃあ1年になるね。1年目になりますね。どうですか、うまく回り始めてますか？最初のねあれはもう大変だった、ようやくここへ来てようやくペースがいい感じになってきたのかな。だいたい湯沢工場で年間生産量400トンっていうと、なめこの市場、日本の市場全体で2万5000トン、そのうちの400トンを湯沢工場だけでも担っていると。すごい。そうすると1日じゃ、まあ、単純に1トンぐらいってことですよね。1トンちょっと生産されてる。ありがとうございます。次は湯沢農場の未来、目指すところのお話を聞きたいんですけど。いやいやいや、風呂敷でっかく広げなくちゃいけない。まずこれは構想のお話なんで、実現できるかできないかはね、でも思わなきゃできないからね。そういう意味で僕は思うことが大事で、まずはこのところが結構土地あるからね、ここを本当はねキノコ団地みたいにしたいっていうね。キノコ団地、今うちなめこだからえのき、しいたけ、ぶなしめじとか他のキノコを作って、みんなで一軒一軒で一つの団地を作って、そこから供給するというシステムを作ってみたいし、あとは空いてるところで観光キノコ園というのもやってみたい。これもまあどうなのかってちょっと分かんないけど、まあ一つのねプランとして、あとはキノコカフェとかね、うん、とにかく人が来て、あ、面白いよな、楽しいよなっていうところをね作りたいよね。レストランもやりたいよね。キノコを中心にしたレストラン、うん、あとはこの辺の農家の野菜をみんなも集めて提供していただいて、直売所とかね、うん、はい、というのは面白い、ね、いいですよね。ただの工場ではなくて、その敷地内でちょっとこういろんな人に楽しんでもらえるような、そういうスペース。工場としての生産はね、これくらいがいいんですよ。ちょうどいい。プラスアルファね、やっぱりキノコの技術あるわけだから、うん、それを生かしたところからこう広げていった湯沢の農家の方を全部こう仲間にして一つの何かというのはね、ああ、湯沢ブランドでねやりたいんでね。うんうんうん。それと会長、あれスーパーカーが好きなんだから、ゴーカート状にしちゃったらどうですか？敷地の中をブワーって走れる。危ない。あと馬買いたいんだよ。馬。馬って言いましたね。そうそうそう。それはどうするんですか？馬を買って。馬買って買い物に行く。野口に。もう名物おじさん、今日も来たよっつって。いやいや、それくらいね面白いことをしないと。はい。ね。あ、面白い発信基地になりたいって感じですかね。総合的に言うと。どこまでできるか。キノコの工場にとどまらず、まあ観光に寄与されたりとか、人が集まれるような場所。人が、そうそう、集まるっていうか。楽しんでもらえる場所だよね。楽しんでもらえば集まるわけで、集めるために楽しむ場所を作るんじゃなくて、楽しむ場所を提供すると、はい、それによって人が来てくれればいいかなっていうね。うん、なんでここのストリートがちょっとした観光ストリートになれば面白くないですかと思うんだけど、うん、あ、だから人がの流れを作っちゃえばいいですよ。会長がこうね、うん、やったら副町長になれるの。なれると思います。俺副町長になって。ユザをダメにするから。ワンツートップでね、面白いおじさんたちが。いやいや、まあそれは冗談だけども。大切な、もうほら会長いつもさ言うじゃないですか。一番大事なのはおしゃれだって。そう。おしゃれに見せる。おしゃれでかっこいい。かっこいい。これ最高。そうなんですよ。結局は SNS に上げたくなるような場所を出して用意してあげるっていうのはね。結局ね、あとそれとね、非日常なの。ああ、そうですね。おしゃれな非日常。今僕すごいいいこと思いついたんですよ。何？飴を売るんですよ。飴。キノコの形をした飴を。舐めるんかい。それはいいかも。大きさが問題だね。大きさが問題。なんでそういうこう総合テーマパーク、キノコの工場が軸にあって、いろいろキノコのテーマパーク。プラスね、天然パーマベースがこれからも続くように、うん、じゃあ、最後、光代さんからのリクエストで遺言残しといてって言ってたんで、家族に遺言残しておきましょうか。家族に残すメッセージは、借金だけはいっぱいの残していくからあとは喜んで働けっていうか、俺が残せるのはそれだけだみたいな。返済終わったら俺のこと忘れていいって忘れられない。終わるまで長いですね。いや、でも何かあった方が面白いんだよね。いい面でした。借金だけは残すそうなんで皆さん頑張ってください。ご愁傷様です。はい、そういうわけで湯沢にできました新しい湯沢農園観光スポットになっていくと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。小林会長でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。